ちょっと待ってくださいね。画面がこうなってるから。9時52分頃に、車のドアの音、春の成功するにやたらと大きな音をさせて、威嚇行為してきたの。4月30日のことです。かもしれない。でこれでね、包囲を発する人間が兄の第一端を這いつないんだと思われるんですけども、入り込んでいましたね。もうちょっとです。今のあのこれボリュームを小さくしてますけども、これボリュームを上げたらこれかなりね、あの家の中で聞こえた時の声の大きさが、これね、あのヘッドホンつけてボリューム最大ぐらいにして聞いてもらったらわかるかと思います。時刻にしてまあ20時台で、阪神タイガースの試合が終わったぐらいの時間帯にこのものかもしれませんし、別の男かもしれませんけども、外からあの阪神タイガース側やだと、笑いながらね、挑発行為を言ってくる大声で、まあ、方角的にはまあ向こうの方、岡場駅の方向なんですけども、かなり離れたところから。あ、そういう連中とかまだいますね。以上です。